菅野さんメジャーか、菅野さんメジャーか、菅野さんメジャーかーてな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ジャイアンツファンにとってはちょっと悲しいね、お知らせかもしれないですけども、ジャイアンツの菅野智之選手がですね、メジャー挑戦をするというような発表をね、いたしましたというところで、ちょっとお話していきたいなというふうに思います。はい、その前ですね、ちょっと僕とちょたんちゃんか下回ってないですね、チャンネル登録者数5万人500人違うよ5万人をね、今今年中にね目指しておりまして、達成した暁にはですね、ジャイアンツの選手読んで、もしかしたら菅野さんなんかも読んで、対談したいなというふうに思ってるんで、ぜひね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチッと、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ちょっと菅野さんについてお話していきたいと思うんですけど、まず、率直に、僕が菅野さんメジャー挑戦というふうなところを聞いた、感想はですね、めちゃくちゃええやん。っていうようなね、僕の意見です。というのもですね、もともと僕というか、まあ、リバタリアンというかね、まあ、自由主義的な、僕考えがね、根本にあって、例えばね、いろんな意見あるじゃないですか。まあ、巨人にね、お前が出てったら、誰が穴埋めんねんって言ってね、お前巨人残れやっていうようなね、人も、まあ少なからずいると思います。まあそれはね、いろんな人の意見あるんで僕は、別にどうこう言いませんが、僕の考えとしてはですね、まあ巨人の利益とか、まあ巨人の勝敗とかね、まああるじゃないですか。まあそれよりも、まあ個人の自由を、まあ尊重した方がいいんじゃないのっていうような僕の考え方なんですね。だから、まあそう言われようがね、菅野さんがメジャーに挑戦したいと。思うんだったら僕は、絶対に行くべきだと思うし、別にその失敗するとか、その通用しないとか、その、年だからもう無理だろうとか、そんなんじゃないのよ。成功するから、やるとか、無理だからやめとくとかじゃなくて、みんな一郎選手の、引退の時のインタビュー、見て、フルで、もうめちゃくちゃ長いけど、見て、絶対大事やから、あれは。なんて言ってたかっていうと、その、一郎選手がね、まあ、記者の方に、まあ、子供たちとか、まあ、その、未来の、スターになっていく人たちに伝えたい言葉ありますかって聞かれたときに、自分が、できると思ったからやる。できないと思ったからやらない。っていう判断基準ではなくて、やってみたいからやる。っていう、そういう心が大事だと思うし、そうやって思えば後悔もしないよというようなねことを、まあ、引退のね会見の最後の本当に引退の時に言ってたんですけど、本当にそうだと僕思うんですよ。で、まあ、菅野さんも2020年僕がまあクビになった年ですけど、まあ、その年にまあ、ポスティングという制度を、通じてですね、まあ、メジャーに行こうとしたんですよね。うん。で、もう、ポスティングっていうのは、まあ、海外 FA 系と違って、なんて言うんだろう、まあ、巨人にもね、利益が入ってくる制度なんですね。だから、まあ、そういったところで、まあ、その2020年っていうと、まあ、4年前ですよね、っていうところで、まあ、菅野さんの選手としての価値も、まあ、まあ、全盛期、もうマックスで高いかって言われたら、まあ、そうではないかもしれないけども、でももうね、行くとしたら、まあ、ギリギリかなとか言われたと、年だったんですね。だけども、菅野さんが言ってましたけど、まあ、やっぱり自分がというかね、その当時の菅野さんが、まあ、日本球界でも、まあ、もう、トップレベルのね、まあ、今でもそうですけども、トップレベルの成績を出してたわけじゃないですか。で、その選手がポスティングで行くっていう風な話になって、まあ、コロナとかいろいろ重なってね、いろいろあったと思うんですけど、やっぱ金額の面でね、折り合いがつかなかったりとかしたんですよ。で、まあ、中途半端な価格で行ってしまうと、金額で行ってしまうと、それ以降の、うん、それから、
菅野さん以降に行くメジャーの人たちもそういう評価になってしまうんじゃないかっていう懸念があって、断ったというふうにね、ことも聞いてますから、まあそれ以外にもねコロナとかいろいろあったと思うんですけど、まあそういったところが一番大きいというふうにね、僕聞いたんで、だからまあそういった意味で、まあ4年前の時の菅野さんと今のまあ、もう今月で35歳ですよね、35歳の菅野智之ではですね、考え方がやっぱ違うというか、4年前の菅野さんはまだね、それ以降のことを考えて、それ以降の選手のことを考えて、やっぱある程度高い金額で行っとかないとっていう気持ちはあったと思うんですけど、今回のまあ35歳のね、菅野さんの場合はですね、どっちかというとまあ、自分が行きたいという気持ちの方が強いんじゃないかというかね、うん、その金額とかうんぬんとかそういったところよりもやっぱり2020年に行けなかったっていう思いもありますし、やっぱり最後挑戦してみたいっていうところがあると思うので、そこはね、僕はね、菅野さんの、挑戦っていうのは本当にね、素晴らしいなと思うし、もう本当に、まあね、巨人ファンとしてはね、それはね、今年こんだけ貯金作ってくれて、こんだけ、今年だけじゃないよね。もうずっとやけど、こんだけやってくれた選手をね、出ていくっていうのは寂しいし、やっぱりチームとして、ちょっと、誰が舐めんのとか、いろいろありますけども、でも、まあ、その、先ほど言った僕の考え方としてね、やっぱり個人の、自由とかっていうのは僕は大切にしてほしいし、まあいろいろあるんだけども、思いはあるんだけども、でもやっぱりその人が一番納得する形で野球人生を追われたりとか、挑戦できる方がいいのかなと僕は、いいのかなというか絶対そうあるべきだと僕は思ってるんで、僕はね、この挑戦に関してはすごく好意的というか、いいんじゃないかなと思ってるんですね。で、まあ、実際のところ、まあ、その、いろいろ問題あるじゃないですか。先ほど言ったようにね、誰がその穴埋めんのとか、まあ、小林選手どうなのとか、まあ、いろいろ問題あるけど、まあ、その、誰が埋めんのっていうところに関しては、もう、それはもうみんなで埋めていくしかないよね。で、ドラフトに関しても、もうピッチャー取るしかないよね。まあ、金丸選手なのか、まあ、そこはどうなのかわかんないけど、まあ、実際、1年目で、即戦力で取ったとしても、活躍するピッチャーって半分もいないと思うんですよ。はっきり言ってね。だから、それがね、今こんだけ評価高いけど、まあ1年目からそんだけね、菅野さんばりにやってくれるかって言ったら、まあそれは厳しいと思うので、まあみんなでカバーしていく。だから今若手にね、出てきてる、まあ赤星投手だったりとか山崎伊織投手もそうですし、まあもしかしたら戸郷投手もね、2年後行くかもしれないし。で、この岡本選手ね、菅野選手が行ったことで、まあさすがに今年の岡本選手のポスティングはないだろうっていうところは、まあね、確定になってきたかなっていうもので、まあ来年ですよね。来年海外 FA 権取りますよね。っていうなってくると、来年岡本和真行って、で、再来年確か、戸郷選手が26歳ルールかなんかでね、制限解かれるんで、ってなってくると、菅野、岡本、戸郷っていう順番にね、毎年その主力がメジャーに行くっていう風な形がまあ一番綺麗かなと思うし、まあそうなってくるとね、やっぱりこう、巨人の戦力的にはだいぶ下がりますから、だいぶというかもう、ね、もうやばいぐらい下がりますから、うん、もう急務というかね、うん。今後、まあ、10年ぐらいね、担ってくれるような、まあ、ピッチャーの柱もそうですし、まあ、打者のね、柱も作っていかないといけないっていうところがね、ありますから、まあ、今どうこう言うのもね、まあ、難しい話だし、未来を予測するのも難しいですけど、まあ、ドラフトの戦略も間違いなく変わってくると思いますし、やっぱりあれですね、まあ、まあ、日本シリーズというか、まあ、CS の前でね、まあ、ちょっとこう、こんな時に発表すんなよとか、いう人もね、いるかもしれないけども、でもね、仕方ないのよ。確か僕調べたんですけど、海外のね、有名なそのね、そういう情報を持ってる人が、情報を出したというかね、すっぱ抜かれたみたいな形になったんで、だからまあ、X とかでこう、バーって話題になったんで、菅野さんももうこの時期に発表せざるを得なかったっていうところがあるんで、まあそこはね、まあ仕方ないというか、まあ突っ張抜かれたからね、まあ仕方ないと思うんで、まあね、安倍監督もおっしゃってましたけども、その日本一になって、白をつけてね、行ってほしいみたいなね、ところはコメントありましたから、それはね、僕もね、思うので、最後にね、菅小葉のね、ガッツポーズじゃないけど、抱き合ってるシーンなんかもね、見たいなというふうに思うし、本当に、菅野さんは、めちゃくちゃ貢献してくれた。めちゃくちゃというかもうめちゃくちゃっていう言葉で足りないぐらいね、貢献してくれたと思います。まあ、僕も、本当に僕も育成のね、本当に、底辺の底辺の選手でしたけども、本当にこう、
僕何回もね、菅野さんに、正直褒められたこともあったし、なんか、ぜひ YouTube でね、小山翔平菅野とか調べたら多分出てくると思うんですけど、本当に、お前のキャッチングが好きだとかね、お前がこう、お前に取ってほしいって言われて、一軍のトップの選手と、まあ、育成のね、選手って普段そんな関わることないんだけど、菅野さんは本当に僕のことを、こう、なんて言うんだろう、一野球人としてというかね、本当にその育成だからダメとかそういう目ではなくて、なんかその一キャッチャーとか、一その野球人として評価してくれたというか、あ、そういった形でね、いろいろ小山を支配下に上げた方がいいんじゃないですかとか、あ、そういうふうにディレクターに言ってくれたことも、あの、実はあったんですね、菅野さんが。うん。本当に菅野、小山は本当にいいキャッチャーだから、もっとあの、チャンス上げてくださいとか、そういうふうに裏で僕が知らないところで言ってくれたりとかっていうのもあったらしいんですよ、実はね。だからそういったところも含めて、あの、菅野さんには感謝してまあ、クビになりましたけど、感謝してますし、こんだけね、浪人して、で、巨人に入ってきて1年目からバリバリやってくれて、で、成績見たら僕すごいですよ。2年連続沢村賞、MVP2 回、最多勝4回、最優秀防御率4回、勝率1位2回、最多奪三振2回、ベストナイン4回、ゴールデングラブ4回、開幕から13連勝、セリーグ記録、タイ記録、で、今季24試合、15勝3敗、1.67 防御率。誰が文句あんねん、これこんだけ成績出してね。うん。だから僕は本当に、菅野さんのね、こういう成績もそうだし、そうやってね、僕がやってくれた時に、や、あの、野球やってた時に、そういう風に評価してくれたことも、今でもすごく感謝してますし、この YouTube を、見てるっていう風にね、おっしゃってたんで、本当に菅野さんには感謝しかないですし、本当に、まあ、いろんなね、意見あると思います。通用しないのとか、仲良くいけんのとか、そんなね、そんな、不安の声とかいっぱいありますけども、それをね、全部払拭するだけの、実力を出してね、またみんなをね、見返してやりたい、見返してほしいというかね、うん、絶対できると思うので、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は、ちょっと菅野さんに対する思いも含めて、ちょっとお話ししてきました。なんかちょっとね、本当に、僕自身今喋って熱くなっちゃったんですけど、でもほんまにね、文句ないと思います。こんだけ数字出してる人を誰が止めんねんって、海外 FA 権で行くわけだからね、うん、誰が文句あんねんって、こんだけ数字出してる、こんなピッチャーおらんやろって、なかなかこんな、そんなね、サイサイ出てこんぞっていうところで、僕は絶対できると思うし、まあ、いろいろ噂にはね、2年総額、まあ、43億円ぐらいの、なんていう、契約金、プラス出来高ぐらいではもらえるんちゃうかっていうようなね、説もありますから、まあ、金額うんぬんというよりかは、まあ、菅野さんの今回の挑戦というのは、もう本当に2020年にですね、いけなかった、断念したっていうところが多分心の中にあったと思うんで、それも含めてのね、挑戦だと思うので、僕はそれをね、本当全面的に応援していきたいと思うし、まあ、これからね、どういうふうに穴を埋めていくかっていうところは、おいおいね、この YouTube チャンネルでお話しできればなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。今日はこんな感じで終わってきますと思いますけども、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。